ではこれからですね、宇野町の中町っていうところをですね、歩いていきたいと思います。古いあれですね、当時ですね、この突き当たりにですね、ここで最もですね、まあ、来たかった、場所であります、あの海明学校という学校がまああるんですけれども、そこに出ますね。海明学校というのはですね、重要文化財になってまして、明治15年に、まあ、地区のですね小学校舎ということですね。そこにまあたくさんまた資料等もあるらしいんですよね。当時のですね、あの小学校で何をどんなことを教えていたかみたいなね、そういう貴重なまあ資料がありまして、それからあとその裏にですね、二宮圭作さんのですねお墓なんかもあるようですよ。それもちょっと見たいと思います。これは何なんでしょうね。旅館松屋なんていう松屋旅館さんですね。上文化の里俳句ワークスご宿泊者名なんていうの書いてありますね。なんかちょっと名前もわからないんだけどね。ああ松屋旅館、著名人にお泊まりの著名人のなんてのがありまして、前島ひそかさん、新渡戸稲造さん、大山住田さん、種田さんとかの友人だそうです。柳原極道、あこれは正岡式 の友人ですね。同じくホトドキスの俳人の酒井、木前、白露老人、福田紀念夫などという方がおられますね。前島ひそか、新渡戸稲造はすごいですね。旅館松屋というところですね、著名人。ここがこれはもうやってないけど、まあそれが残ってんですね、旅館松屋がね。こういう形で当時泊まったということですね。ああもっとすごいのもいる、犬飼剛がいる、浜口おさちがいる、後藤新平までいる、若槻礼十がいる、すごいわ。こっちはもっとすごいわ。これはもう総理大臣クラスの人たちですよね。まあすごい。松屋旅館ですね。はい、じゃあこんなところをこう見まして、松屋旅館結構すごいですね。すごい町です。まあ司馬さんのですね、旅の仲間であります、旅と一緒に旅してきたあの須田画伯なんですけれども、街道行くのですね、南伊予西土佐の道の中で、この宇野町ので司馬さんとに、まあ司馬さんここは大変なところですよということで、まあ司馬さんに言ったそういう場所なんですよね。実際にこういう方たちが宿泊したり、隠れ家にしたりですね、それから医学を学んだり、大変な場所ですよ、間違いなく。この一角にね、そういうその時代のですね、優れた人たちがですね、ここに、で生活をしたということですね。そしてもしくは一夜を、まあ、ここで泊まったというところで、まあなんとなく歩いてるだけでですね、その偉人さんたちのですね、この霊がですね、こう騒いでくれてるようでですね、なんとなく、私もですね、こう心が賑やかになってくるというかね、こう
華やかになってくるような、まあ、気がするんですよね。歩いてるだけでもね、なんかね、あれですよ、爽やかな感じします。知的にですね、知的な、いわゆるあの面でですね、浄化、自分が浄化されているというような、そういうような気がしますよね。ここは今営業してるんでしょうかね、この旅館。中村旅館っていうのは営業してます？ここ中村旅館営業はしてない。昔の旅館、じゃあ松屋旅館と同じですね。松屋でもずっとやってらっしゃる。今でもやってるんですか？もうあそこ有名で。あ、そういんですか。いや、あんな感じだからやってないかと思った。あそこはやってるんですね。ああ、じゃあこれ中村旅館はしてないってことですね。はい、わかりました。ありがとうございました。ちょっと間違っちゃいましたね。はい、海明学校は、あ、そこから行くんですか？もう過ぎたかな、じゃあ。はい、あ、そこから上がっていくんですかね。そこにいるの、あの、雪が来たのは8。はいはいはい。上上がっていくと、あそこですね。あ、見えますね。あそこですね。はいはい、ありがとうございました。はい、はい、一旦ちょっと。